こんにちは、ネイリストのぞみです。今日は爪とはそもそも何なのかというお話をしていきたいと思います。爪は骨だと思われがちですが、実際は皮膚の付属器官になります。皮膚の付属器官ということは、皮膚はタンパク質で作られているので、爪自体もタンパク質で作られています。タンパク質の中のケラチンという物質で爪は構成されています。ちなみに髪の毛は柔らかいケラチンで作られていて、爪は硬いケラチンで作られています。ではここから爪はどこから作られているかということをお話ししていきます。爪の付け根に爪母という部分があります。爪母というのは字の通り爪の母と書いて、この部分で爪の元となるものがどんどん作られています。爪母で作られた爪は押し出されるようにして前へ伸びていきます。厳密に言うと上方向に生えていきますが、爪根元の皮膚によって押さえられて、きれいに前へ正常に伸びていきます。根元の部分は水分量が多いですが、空気に触れながら 4、5 ヶ月かけて伸びていきます。先端に向かうにつれて水分量も減っていきます。ここから爪は死んでいるのかという話をしていきます。結論から言うと、爪は死んだ皮膚の細胞になっているので死んでいます。まず人間の細胞とは、細胞一つにつき一つ核というものが存在しています。その核があるので細胞分裂を繰り返して人間は生きています。ですが爪はこの核の部分が失われて脱核という現象が起きています。爪の細胞は脱核すると、それ以上は細胞分裂が行われず、死んだ状態のまま伸びていくということになります。いわば死んでいる状態ということになっています。たまに言われている、爪は呼吸していてマニキュアを塗ってはいけないなど言われていますが、これは嘘なので皆さん気にせずマニキュアなど楽しんでください。脱核してしまった後の死んだ爪にいくらアプローチしても爪が健康にならないんじゃないかと思われると思いますが、脱核する前の核のある状態の時にいかに栄養素をいっぱい入れてあげるかが大事になります。核のある状態の爪母に必要な栄養素を与えてあげないと、ボロボロの爪が生えてくることになります。爪は全身に栄養が行き渡った後に最後に栄養が来る部分だと言われています。なので栄養不足の人などは爪に縦線が入っていたり、出産を終えたばかりの女性の方は爪がとても弱っている状態が多く見受けられます。こういったような爪が健康な状態を防止するために、キューティクルオイルを塗ってあげたり、毎日栄養のバランスが取れた食生活をすることが大事になってきます。爪に必要な栄養素の話はまた違う動画でまとめていきたいと思います。キューティクルオイルの塗り方に関しても正しい塗り方があります。キューティクルオイルの正しい塗り方を他の動画でもご紹介しています。概要欄に貼っておくので、お時間のある方はご覧ください。それでは今日は爪というものが一体何なのかということをお話しさせていただきました。今日もご視聴ありがとうございました。